sound in the world. 時間がない。早く行かないと。このパン持ってくか。さて、行くぞ。また学校に遅刻した。俺の名前はアキラだ。箱ヶ谷という小さな町に住んでいる。俺の両親だけど、実は両親のことはよく知らない。お父さんは外国人だったけど、俺が生まれた時に家を出て行って、お母さんは病気で、俺が7歳の時に亡くなってしまった。お母さんが病気だったから、代わりにおばさんが俺の世話をしてくれて、お母さんが亡くなった後はおばさんが母親の代わりをしてくれた。おばさんの夫であるおじさんは俺に対してかなり厳しい人だ。時々めんどくさいって思うことすらある。おじさんは成功してるビジネスマンだ。おばさんは俺が俺の父親に似てると思っているようだけど、俺は父親のことを許せないと思ってる。まあ、父親のことなんてどうでもいいし、地獄に落ちればいいと思ってる。俺は至って普通の生活を送ってる。見ての通り目立ってしまうけども、それはいいことでもあるんだけど、そうでもない時もある。そんな時にシンジが助けてくれる。今まで世話になりすぎて、シンジなしではどうなってるか想像もできやしない。子供の頃からいつも俺の味方で、女性にもモテるみたいだし、兄がヤクザってこともあって、シンジをからかうやつなどいない。まあこれについてはあまり話さないでおくか。よう、アキラ。やあ、シンジ。待たせたな。昨日寝れなかったんだ。知ってるさ、俺があげたゲームでもやってたんだろ。いや、そうじゃなくて、アニメを見てたんだ。ああ、エロアニメか。はははは、冗談だよ。橋本ちゃんのこと、覚えてるか？橋本ちゃん、それがどうしたんだ？昨日、橋本ちゃんの家に行ったんだ。マジで？宿題も手伝ってくれたさ。宿題なんてあったっけ？まったく。先生、何回も言ってたじゃないか。そうだ、今思い出した。クソ。気にすんな。お前には関係ないもんな。あー、クソ、死んだ。死とは呼吸が止まった時のことを言う。だから生き続けるためには呼吸を止めない。一体何を言ってるんだ。なんか心配になってきたんだけど。俺が言いたいのはそれだ。何も心配することなんてないさ。何してるんだ？宿題をコピーするんだよ。それうまくいかないと思うけど。友達だろ、何も心配するな。そうだね。で、あの変なやつに会ったんだろ？ああ、お前につきまとってた、あの髪が赤くてメガネをかけたあいつか。俺が世話しといてやったさ。何をしたんだ？ほら、それはな。一体何をしたんだ？近寄るなって伝えといただけさ。
あいつ変だったからな。それもとんでもないレベルで。どういう意味だ？質問攻めか、アキラ。それはともかく早く教室に行こうぜ。俺の好きな女の子といえば彼女しかいない。彼女の名前は市川由衣だ。勇気を出して声をかけに行けたらいいんだけど。信じに頼んでもいいんだけど、それじゃ意味ないし。男らしく自分から話しかけに行かないと。それに信じはプレイボーイで彼女なんてたくさんいるし、信じには市川さんに近づいてほしくないしな。信じは親友だけど関わらせない方がいいこともある。へへへ、ちょ、何するんだよ。まあ、取ってこいよ。シンジ君、静かにしなさい。お願いしますわ。ちょ、お前、誇張室に来なさい。デートに最適な場所じゃないけどな。ま、いいか。これはチャンスだ。ねえ、傘の調子悪いんじゃない？大丈夫だよ、これ使っていいからさ。でも、あなたはどうなの？なんとかするから平気さ。もしよかったら一緒に行かない？それって俺の家？それとも市川さんの家？あ、俺一体何を言ってるんだ。ああ、この傘見つけたんだけど、ひょっとして困ってる？嬉しいよ。でも大丈夫。大丈夫だよ、俺のはカバンの中にあるから。ああ、そうですか。ありがとう。なんなんだ俺は、死にてぇ。一緒に行こうか。
ソ長い授業だったな。まったく。はあ？まだレッスンが必要みたいだな。シンジ、いつになっても帰ってくれないんだ。そろそろ帰ろうかな。遅かったじゃん。まあいいわ、宙に入りなさい。あれ見てみろよ。